地震などが起きた際、避難所の環境を良くして災害関連死を防ごうという研修会が石巻市で開かれました。身体的にも精神的にもストレスですよね。その床に寝てる状態っていうのはね、こういうような健康被害があるということが分かったわけです。この研修会は震災以降、門の脇小学校を運営する団体が行ったもので、自治会の防災担当者らおよそ40人が参加しました。今日は能登半島地震でも避難所の支援に当たった石巻赤十字病院の上田晋作副院長が、雑魚寝などが健康に大きな影響を及ぼすことを説明しました。その後、参加者は段ボールベッドを組み立て、効果などを実感していました。震災はいつ起こるか分からないように、やっぱ日頃の避難とより一層また防災に関して考え直したと。主催した団体は今後もこうした研修会を開いていくことにしています。